さて、それでは早速本日の第1部ということでシンポジウムの方に進ませていただこうと思うんですけども、環境×地域づくり先進事例から学ぶエコソーシャルな取り組みはということで題してお話を進めていきます。今回ですね、全国のさまざまな地域で活躍するまさにイノベーターと言っても差し支えないと思いますけども、エコでソーシャルな取り組みで×地域づくりとありますけども、この環境というキーワードと地域づくりを組み合わせてどんな実践事例が各地で行われているかということで、これから5組の皆様に濃密なプレゼンテーションをいただこうと思います。実は本当に登壇いただく皆様それぞれでご活躍で全国からも注目を集める方が非常に多くてですね、多分今日のお話の中でもきっと、示唆になることが多いのではないかなというふうに思いますし、また今日は全国からお越しの皆さんも後ほど登壇者の皆様ともつながっていただいてですね、さらに輪を広げていただきたいなというふうに思っています。先進事例から学ぶエコでソーシャルな取り組みということで、今まあ地方創生が各地で進む中でも当然この環境というキーワードは切っても切り離せないと、当然持続可能な社会を作るためにはこの環境部分、さらに言うとこの地域資源にもなりうるそのリソースをどう使っていくかという意味で、これからご登壇いただく皆さんがどんな先進的な取り組みをされているのか、そのあたりを深掘りする形で聞いてみたいと思います。それでは早速始めたいと思います。トップバッターはどなたかと言いますと、同じくもう本当に全国のさまざまなメディアからも注目を集め、さらにですね、全国のファンといったらなんですけど、この後ご説明いただきますが、いろんな方のこのムーブメントをですね、まさにあちこちで作り上げていらっしゃいます。今日はエコソーシャルという切り口でどんなお話が聞けるかとても楽しみです。トップバッターはシェアビレッジ村長の武田雅宏さんです。よろしくお願いします。今日環境をかける地域づくりということで、エコでソーシャルな取り組みとはということで、環境と地域というのが一つのテーマになってくるかなと思いますが、私がいます地域のまずはご紹介をさせていただきたいなと思います。これが昨日のですね、僕の地元の風景になります。もう雪がたくさん降ってましてめちゃくちゃ寒いところになります。これが東京になるんですが、この東京からですね、北に600キロ行ったところにありますのが僕の地域、秋田県というところになります。さて皆さん、秋田にこう行ったことあるよという方ってどれぐらいいらっしゃいますか？多いですね。ありがとうございます。大概ですね、こういう質問をするとですね、ほとんどの人が行ったことないよと、秋田県行ったことないという方が非常に多いんですね。なんでかっていうとですね、秋田県行ったことない県ランキングっていうのがありまして、これの1位が秋田県なんですよ。なのでほとんどの人が行ったことがないというのが僕の地元の秋田県というところになりますと、行ったことない県、行けてない県と、行けてない県というのが秋田県ですと、ここから行けてないところを紹介したいと思います。 Facebook のユーザー数が日本で一番少ないのが秋田県で、ゲームの購入額が日本一低いのが秋田県、楽器の購入額が日本で一番低いのが秋田県で、カメラの購入額がワースト3位なのが秋田県ですと。まだ行きます。 CD 購入額がワースト4位なのが秋田県ですと。みんな何やってるのと、秋田県人って何やってるのと思われると思うんですが、大丈夫です。日本酒の消費量が日本で2位、そして睡眠時間1位ということで、酔っ払って寝てるっていうのがですね、大体秋田、これ言うと怒られるんですけど、大体そんな感じですと。ここから真面目なお話なんですが、さらに、少子高齢化率っていうのも日本で一番進んでます。そして人口減少率っていうのも日本で一番進んでるのが秋田県です。先ほど人口減っていく、日本っていうのがあったと思うんですが、秋田県の場合はですね、人口が100年以内にゼロになるかもしれないというふうに言われております。なので、日本一の課題先進県なのではないかなというふうに思っております。そんな悪いところだけではなくてですね、やっぱり秋田県、これ僕の地元の風景になるんですが、これ100年以上続く棚田の風景になります。やっぱりこう何もないんだけども、そこにある自然とか環境っていうのはもう昔ながらのいいところっていうのがたくさんあって、やっぱり癒されるなっていうのが田舎の特徴かなというふうに思います。日本一の田舎だからこそ、日本の原風景っていうのがたくさん残っていますと。しかしですね、そんな日本の原風景ですら今消滅の危機にあるというお話をしていきたいなと思います。秋田県のですね、中心地が秋田市というところになるんですが、そこから車で40分ほど北に進んだところに郷城目と書いた五城目というですね、町があります。人口1万人ほどの町なんですが、ここにですね、築134年のかやぶき屋根の古民家ありました。ここ入ってみるとですね、広い土間があってですね、小さいながらいろりがあったり畳があったりですね、でこういう書斎があったり、
で板間があったりということでですね、まあ、結構間取り的にも広くてですね、 8LDK ぐらいあると、まあ、D は土間って書いてあるんですが、まあ、それぐらいでかいところがありまして、まあ、ここに僕が2014年出会ったんですね、このお家に。ですごく素敵なところだなと、なんていい、まあ、日本の暮らしが残っているんだろうと思ってですね、オーナーさんのところに会いに行ったんですね。でこの古民家に住ませてくださいと言ったところ、いや武田君そう言ってくれるのは嬉しいんだけど、実は壊そうと思ってるという話をされました。先ほどの写真の状態ぐらいとても綺麗な状態で残っていたんですが、やはりかやぶきの屋根を維持していくには、あの屋根一つをかやぶきしても1000万円とかかかってしまうし、人がオーナーさん自体がその家にまず住んでなくて、あの通いながら維持をしていたんですが、家っていうのは人が住まないとどん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 悪くなっていってしまうと言ったことで、このたった2つの理由であの家を壊そうとしておりました。そんな話を聞いたときにですね、あの家だけじゃなくて、おそらく日本全国いろんな地域にある同じような家が同じような理由で知らない間に壊されていくんだなということを感じまして、なんとか1軒でも2軒でも、まあ、何十軒でもいいから残せるような仕組みが必要なんじゃないかなと思いました。今までは一人の人が一つの家に住みながら維持費を払って住んでいたと。でももうこれが持続可能じゃない仕組みになっていると。じゃあどうしたらいいかっていったときに、かかるお金が課題なんだったら、多くの人でそのお金を分割、まあ、シェアして一つの家を支える仕組みにしたらいいじゃないかというふうに考えました。まあ、そういったことで一つの家を支える人たちが増えてくると。でどんどん増えてきたら、また次の県にある家を守っていけると。でこれがまたどんどん人が増えてくれば、また次の県の家を守っていけるというふうにですね、人を巻き込んでいくことによって、どん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 日本の原風景っていうのをつないでいきましょうということを考えました。そして日本全体を大きな一つの村として、そこに集うたくさんの人たちを村民としてですね、村民で村をシェアしていこうということを考えました。シェアオフィスとかシェアハウスとかですね、まあ、シェアリングエコノミーっていうのが今たくさんある中で、僕たちは村をシェアするシェアビレッジというのをやろうというふうに考えました。仕組みは至ってシンプルで、年会費3000を納めると誰でも村民になれますという、まあ、要は会員制の仕組みを作りました。ただですね、年会費とか会員って言われてもなんかこう面白くないなと、年会費払いたいなと思わないので、村民が年に一度村に納めるものってなんだろう、あそうだ年貢っていうのがあるというふうに思いつきまして、年貢を納めたら誰でも自分の村を持つことができますよっていう仕組みにしました。ただですね、まあ、年貢を納めて村民になったとしても、忙しくて年に1回も村に行けないと、せっかく村民になったのに村に行けないという人たちが出てくるので、そういった村民のために、村民だけが集まる都市部定期開催飲み会の寄り合いを毎月開いていこうよということを考えました。現地の古民家と、そして都市のイベントスペースなんかに村民を集めて、ウェブで生中継を結びながら飲み会をやっていくと。そうすると、会ったことない人同士がどん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 つながっていって、一緒に行ける仲間ができるんですね。じゃあ実際に一緒に行く仲間と現地に行ってみようってことで、里帰りというツアーが生まれたり、いつ行っても現地を楽しめるようにいろんなイベントを用意しましょうということで、春夏秋冬いろんなイベントをやります。夏は年に一度のお祭り一期というフェスをやって、ソングを歌おうぜみたいなですねことをやっておりますと。まあこんな古民家をですね、まあ人が泊まれるように改装していこうと思ったらですね、やはりお金が必要でした。で僕たちはですね、補助金とか銀行からお金を借りるではなくてですね、ネットでお金を集めるというクラウドファンディングという仕組みを使いまして、6174,360円を862人の方からまあご支援いただいて、村に変えることができました。めちゃくちゃおしゃれなお風呂に改築して、2015年5月秋田県に、まあ、無事改村することができましたというか、あの改村式も自分たちであのテープ作ってですね、テープカットもやりましたと。じゃあ村の今どうなってるかっていうとですね、たくさんのやっぱり若者たちが田舎に来るようになりました。かまどでご飯を炊いてみたり、古民家ヨガといってヨガをやってみたりですね、あとは海外の方が遊びに来てくれたりとか、あとこれは一期の様子ですね、土間で音楽ライブをやってみたり、毎年300人ぐらいの人たちがですね、今まで誰も来なかったような集落に人が集まるようになりました。現地だけではなくて都市での寄り合いもこんな感じでですね、秋田県出身とか全く関係ない人たちが集まって中継を結びながら、あの田舎について語り合うということをやっております。
今日はソーシャルもしくはエコっていう部分のお話もしたいなと思います。僕たちのソーシャルでエコな仕組みっていうのがこれですね。かやぶき屋根のかやを自分たちで刈り取るということもやってます。さっき地域の担い手不足のお話があったと思うんですが、僕たちは担い手を都市の人々を呼び込むことによって、まあそのかやぶき屋根の材料であるかやも自給自足をしようと、で刈るだけではなくて吹き替えるというのも自分たちでやっていこうということをやってまして、このあたりがですね、まあ、担い手不足という部分と、まあ、ソーシャルでエコな取り組みというふうな言い方ができるのかなと思います。それを評価していただきまして、グッドデザイン賞というですね、グッドデザイン賞という賞をですね去年受賞いたしまして、こんな感じで表彰もされましたと。はい、じゃあそんな取り組みをですね、まあ、2015年から始めていって、じゃあ地元のおじいちゃんおばあちゃんってどうなのよというお話があると思うんですが、こういう取り組み、まあ、若者を中心としてよそ者が集まって外の人たちが来るということで集落自体のにぎわいっていうのはどんどん出てきたんですね。ただやっぱりそのおばあちゃんたちっていうのもどう関わっていいんだろうみたいな感じで見ていたんですが、その一期というフェスをやった時にですね、はい、宿泊が足りなくなりまして民泊をさせてもらったんですね。その時に地元の集落のおじいちゃんおばあちゃんと、まあ、都市の若者の村民たちがですね一緒に酒を酌み交わすということがあったと。でそれが非常に面白かったという評価をいただきまして、今、集落のおじいちゃんおばあちゃんも封筒に3000円入れてですね年貢って書いて握りしめてやってくるとリアルに年貢を納めるということが増えてきましたと。現在村民数はですねなんと全国で1829人まで来ております。いろんなエリアにおりまして47都道府県中45県にシェアビレッジの村民がいる状態になってます。これも上が20歳、下から80歳、下が80歳ということで、まあ、20代後半から30代前半が非常に多い、まあ、珍しい人口ピラミッドになってるかなというふうに思います。最後になりますが、まあ、秋田県に2015年初めてシェアビレッジがオープンしたんですが、村民がどんどん増えまして今年ですね香川県の三豊市仁尾町という町にシェアビレッジ仁尾という2号店をオープンさせました。村民になるとですね秋田の村民でも香川の村民でもなくシェアビレッジの村民というのは秋田も香川も両方行けるんですね。そして今後来年以降も近畿地方、九州地方、北海道地方と、シェアビレッジをどんどん展開していくことによって、村人たちはですねたくさんのふるさとを持つことができると、自分のふるさとを気軽に持つことができて都市と田舎という関係性をもっと楽しく関係性を築いていけるような、まあことをやっていきたいなと思ってます。先ほど循環型生活圏というお話があったと思うんですが、都市と地域が循環していくと、まあ、そういったモデルをですね僕たちでもやっていきたいなというふうに思っております。最後になりましたら、さああなたも年貢の納め時ですと、はい、ぜひですねシェアビレッジに年貢を納めて1日8円からできる、都市と田舎の関係性というのがありますので、ぜひぜひシェアビレッジホームページ見ていただければなと思います。以上でプレゼンテーションは終わりです。ありがとうございました。高田さんどうもありがとうございました。ちょっとこちらステージにお越しいただいて一言いただきたいと思うんですけど、今日どうご注意ですか。そうだった、はい、今日年号納めたいんですけどって言ったら、はい、できます。できます決済方法もいっぱいありますんで、決済方法時価でも大丈夫です例えばですけども、武田さんともしくはシェアビレッジと一緒に何か協業したいとか、こういうのできるんですか。できますね。やっぱり僕たちが提供しているのはやっぱり宿泊という場ではあるんですが、うん、はい、地域においてはやっぱりその例えばツアーであるとか、うん、まあ、飲食店さんであるとか、うん、もしくは他のサービス、他の企業さんとか、はい、いろんな人と連携をしてやっぱり街づくりってやっていくことだと思うので、はい、秋田だけじゃなくて、まあ、いろんな地域の方とも連携してこれからいろんなことを広げていけたらなと、体験とかできるようにしていけたらなと思ってます。はいはい、今回はちょうど、ね、始まる前にもエコソーシャルないろんな全国の事例もちょっと見ていただきましたけども、なんか今日お集まりの皆さんとこんな風に一緒にやってみたいとか、はい、エコソーシャルな切り口でもいろいろやってみたいななんて思ったこととか何かあります？僕ら環境系のことって今まだ取り組めてないんですが、例えばそういう、はい、エネルギー作りとかもですねたくさん事例があってですね、まあ、農業の部分とかエネルギーの部分とかたくさん全国にまだまだ面白い事例たくさんあるので、はい、そこに村を作りたいなとまあ一緒にやってくれるメンバー
ーを今日は探そうかなと思って、はい、ちょっと興味あるんですけど手を挙げてください。シマビレッジうちの地域でみたいな、ね、あ大丈夫、ね、多分今日後ほどギリギリまでちょっといらっしゃっていただける、はい、ということなのでぜひその辺もお話し進めていただきたいのと、はい、あと今後、まあ、もう12月ですけども、うん、来年また面白い動きも結構いろいろありますよね、はい、なんかもしご案内いただけることあればで結構ですけどこんな面白いことありそうだよみたいなこと。ああ、3村目と4村目のオープンですかね。ほう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 、それがまあ控えてますのでまだその、はい、ぜひ村民になっていろんな村を回ってみるっていうのも面白いのかなというふうに思います。うちの地域も第5村目6村目やりたいんですけどいう人がいたらどうしますか。ああ、もうぜひ一緒に来年以降になりますけど、はいはいはい、一緒に取り組んでいけたらなと思います、はい、その場合はでもどんなふうに武田さんにコンタクトしたらいいんですかね。ホームページのお問い合わせでも大丈夫なんですけど、はい、まあ、後ほどの名刺交換とかさせていただければなと思います、はい、ありがとうございます。改めまして最後になりますけども、うん、まあ、今回エコでソーシャルな取り組みということで、うん、まさにエコソーシャルな切り口でのシェアビレージをお話しいただきましたけども、うん、これから何かアクションを起こしたいというふうに思ってらっしゃる方に向けて、うん、武田さんからのちょっと激励メッセージも一言、はい、僕はその、まあ、環境とかってすでにあるものが例えばもうかなり価値だと、まあ、田舎にすでにもうあるものが価値だと思っていて、その環境とかまあ地域というものを180度変えるんじゃなくて、そこに今風な仕組みっていうのを入れてあげると、なるほど、まあ、エコでソーシャルっていう部分もそうかなと思ってまして、やっぱり仕組みにどう人を巻き込んでいくかっていうところだとは思うので、まあ、その今ある価値にどう人をこう連れていくかっていう今風な仕組みが必要かなと思います。はい、武田さん、本当に素敵なプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。